はい、続きからやっていきます。ここがウータエリアなんで、ウータイに行きたいと思います。確かウータイは上の方だった気がするけど、結構ウータイ行くまでなんか変に道のりがあった。あれ行けないぞ。こっちじゃないの？やばい、ちょっと。さっき降りたところから歩いていくのかな？ここから。そんなことはないよね。決してそんなことは多分ない。あれ？舞台どこ？地図に書いて、でないのね。こっち回りでも行けない。どうしよう、ちょっと。ね、ちょっと打った日の前までカット。あ、なんか起きた。なんだ、今のところで降りればよかったのか。待った待った待った。なんや急に脅かさんといてえな。だしここぐらいあたりはちょっと詳しいんだ。この先ってさ、かなりきついんだよね。だからいろいろ準備を。ほんまかこの人、なんや信用できへんのや。まあそれは僕も一緒やけどね。そんなことないよ、ケットチーのことは信用してるよ。じゃあ本当に大変な、だと捕まえろ。何信者だと？おい違うぞ、奴じゃない、こいつら例の。ゆうひさんなかなかやりますな。知らない知らない、これは私と関係ないって。これは？はって何です？なんや、他にもやましいことあるのちゃうか。いや、どうする。ムカつく、倒す。行っちゃったよ、ゆうひ。負けはしないよね。あ、マテリアなくなってる。つら、アイテム買ってないし。つら、睡眠。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、普通に物理してほしい。ついちゃってんのか。当たるかな。当たるわ。当たんない。クラウド頑張れ。あー、ダメだ。クラウド何も入んないけど、やっちゃう。当たんない。直してもいいんだけどね、クライミー。ちょっと相手が、なんでケットシーは当たるのに。よし、オッケー。大変。白かっこいい。タバコをあれしてるの。足りんと思ったらマテリアがごっそりのなっとるやないか。おい、ユヒのやつは？いや、ダメだよ。これはね、ちょっとお叱りをしないと。やっぱね、立ち入られてしもた。いや、すっかりはめられましたな。最初からマテリアが目的やったやな。ほっとくわけやないんですやろ。こんな、ちょいと追いかけましょう。方角？北です。北。占いのが、ああ、お告げや。ちょっと待ってね、回復するわ。わあ、ポーションない。カット、エーテルもない。エーテルいらないって別に今は。行こう。ウータイはユフィで戦っていくやつ、あれすっごい苦手なんだよね。
ユフィ装備持ってたかな。胴体行くのにこんなに歩かなきゃいけなかったけど、直接行けるイメージだった。割と運体のイベントってここで行かないとスルーができちゃうから割とねスルーしちゃうことが、多々あった気がするかし、出るかな、来たするだろうけど、ミス。状態条件多くない？え、当たんないんだけど。当たらない。一歩で行こうか。やば。シードが。いいね、やばいやばいやばい、ケットシーで回復を、あ、死んだ、うわ、きついきつい、マテリアを、はい、エクスポーション、変えた系か、なるほど、やっぱ舞台の前までカットしよっか、カット、はい、着いたいや途中でなんか鳥みたいな敵の雷撃なんかそんな感じの技で死にかけるっていう、ケットシートシドが死ぬっていうね、これは待ちなさい、ちょっと出れ返す、本当に回復のリアかないとね、ちょっと武器かわないと死んじゃうって、何なんですか武器、ムカつく、この店潰そう、何こういう、もうね物売ってくれない店嫌い、でもお店閉めろよ、開けてる意味だよ、どこ行ったんだっけ、あ、もうお前たちなんでこんなところへ、そんなことどうでもいいわ、私たちタークスのやつのが運のつき、錯覚をしなさい、何やるの、いいな、うるさいぞと、先輩、俺たちがこんな田舎に来てるのは何のためだ、それは休暇を通って日頃の疲れを癒すためです、せっかくの休暇が潰れちまうぞと、でもせっかくの酒はまずくなる、はい、話の分かるやつだよ、どの目を流動と、お前と組んで何年になる、タークスの仕事は辛いこともあるけど、ま、俺はやってきてよかったと思ってるぜ、お前みたいな変なやつにも出会えたぞと、変なやつ言われてるよ、タークスにエノに乾杯、イリーナは、うん、運が良かったわね、さっさと消えなさい、この次やった時は用意しないからね、そうですか、よならキサラギさんどこ、ここじゃないここに隠れてるイメージある、
キラリさんどこ？一回セーブします。よし行こう。ユフィが隠れてそこ。待って、アイテムってここ？ポーションを全部使い切るっていう悲劇が。あ、ここの店の人偉くない？アイポしか売ってないんだ。てるね、5個は持っときたい。ありがとう。あ、待って、なんか今あった。ここがあった、ここが。なにこれ。MP 吸収。うわ、許さない。泥棒は嫌いよ、ほんとに。そこに見える五重の塔は、ウータイ五強星の塔、五強の塔と呼ばれています。五強、うん、はいはいはい、そうですか。ありがとうございました。これ何？入れないの？やだな、この部屋。ただなの？ありがとう。死にそうだったから、本当に。男って子に寝てたよ、きっとし。ここなんだよ。RK で性別不詳にするの、本当にやめてほしい。すごいね、なんか今前後ろ前後ろっつって、こっちじゃないっぽいよな。だってさ、塔にもまだ行ってないよね、多分。ややこしい。今度こそここじゃない？たちも怪しいじゃん。ねえ、違うんだ。どこだ。あ、なんかこっちにもなかった。おじいちゃん大変、また変な人来ちゃった。さっき来た人と違う。でもこの人も変な、ここ。まあ、失礼しちゃう。久しぶりじゃない？何しよう。ちょっとボケてんのね。さっきも変な格好だ。やった。次どこだ？すごいな、ここ。こんだけの数いると嫌だな。上行けないの？邪魔、この猫。あれだけ飼ってるとさ、なんか多分ちょっと匂いがきつい気がするな。なんか私の家誰も入るな。たまにいるよね、なんかこう。地域に一つぐらい家あるじゃん、そういう家。猫大量に飼ってます系の家。結構だったりするよね、いろいろとね、前通ってた。おぉ。はい。もっと強く。
いいぞいいぞ。もう逃げられないぞユフィ。勝って私が悪かった。あなたたちの勝ちだ。マテリアは全部返すよ。本当？なんかいるけど。あいつ何してんだっけ？コルネオかなんかをあれしてんじゃないかな。おやはり休暇でこちらに来ているという情報は本当だったか。ついに奴らを発見したのだ。タークスの協力も頼みたい。嫌なこったと。今なんと。俺たちは休暇中につき、あんたらのお守りはできないぞと。君たちが休暇中なのは我々も知っている。しかし、知っているなら消えてくれと。あんたらの格好を見てると酔いが覚めちまう。しかし、奴を探せという指令が本社から君たちにも出されているはず。もういい。タークスの力など借りなくても奴を捕まえてみせる。無理だと思うよ。このことは本社に報告しておくからな。うわ、チクリマだよ、チクリマ。エノ先輩、本当にそれでいいんですか？これがプロフェッショナルのタークスなんですか？イリーナ勘違いするなよ、と。仕事のために全てを犠牲にするのがプロじゃない。そんなのただの仕事バカだ、と。ウード先輩。私には分かりません。失礼します。放っておけよ。子供じゃないんだ。好きにさせるさと。イリーナ一人で無理だと思うよ。ちょっと爆弾投げるぐらいしかできないもんね。分かってるよ。デリアだろ。ちゃんとしまってあるよ。こっち来て。まだ信用じゃダメよ。もう変な部屋だもんこれ。小さい頃から聞かされてた。私が生まれる前の歌はもっと賑やかでもっと強かったって。見たでしょ今の歌よ。これでただの観光地だよ。戦に負けて平和を手に入れて、でもそれと一緒に何かをなくしちゃったんだ今の歌は。だから私はマテリアがいっぱいあればきっと。だから悪いがユフィ、ユータイの歴史もお前の感情にも。それはひどいそれはひどいよ、クラウド。俺たちに重要なのは、今俺たちのマテリアをお前が持っているということだ。マテリアさえ返してくれれば、これ以上お前を責めるようなことはしない。分かって、そんなんだ、分かってるよ。それに、スイッチ左のレバー。え？いや、もうダメだって、左のレバー引いたら確実にね、さよならするって絶対。右のレバーを引こうよ。ああ。人の言うことは聞いとくもんなってこと。かあ、ムカつく。マテリア取り返したかったら自分たちで探してみれば。そう、マテリアを見つけるには金に物言わせなきゃ。金だよ、金。わかる？じゃあね。やった、早く。え、これさ、出してあげられないの？何だっけ。ごめんね、ほんと。くそ。金に物言わせばいいんでしょ。金ないんだよ、そんなに。やだな。さっきの武器屋だろうな、金になんてやらながら。お前らだろう。なんだこいつら。金に物言わすって何？金？リーナがいないぞと。リワヤさんのこと？わかんないな、ちょっと。マテリアのさ、売ってたとこは特にそんな意外なさそうだしな。
そこのお山にガガンと立ってる立ち会おうぞ。あたりはもっと、そっか、じゃあそっちに行ってないってことね。なるほど、ありがとう。おじさん、金に物を言わす、わかったこれだ、金に物を言わす、金を鳴らすってことでしょ。えい、おい、入れない入れない、え話せよ話せってば。誰？お前は？え？誰？うわーうわー、おるねよ。やっと新しい女が手に入ったぞ。糸に二人も。二人？イリーナ、いいの？イリーナで、ね、イリーナも可愛いもんね。そう、ちょっとエリックさんありがとう。でマテリアまだ帰ってきてないけど、やだな。いたぞやつだ、これね、俺は絶対逃がすな。突撃、なんでだよあの、避けたなら避けた方に行けよ、死んだへん。ちょっとバカなの？来ないのに。そんなでもないな。いいね。それやめて。あ、よかった。その攻撃ならまだ許せるけど。以上はね、ここに勘弁だわ。勘弁だって、勘弁だってあー、耐性がついた癖つけてないからな。そんなに数なかったよね、だってね。長引くやつやろ、こんな。それでいいよ、弱いから。それ弱い。あといった、あといった。なあ、リミット溜まってくれればな。ひどい。なぜそんな、よし、よしなのか。キスマインって何、投げ受け、ちょっと許せない、ちょっと待って。ここでも寝れるよね、すぐ。ちょっと、ね、寝ようかな。一旦ちょっと寝ます。はい、よしよし、行くぞ。連れ去られたってことは、多分あいつらについていけ、みんなおい、イリーナ、うん、コルネオのやつ相変わらず逃げ足だけは大したものだと。イリーナ、行こうぜ、ルード。タークスの仕事やつにじっくり見せてやろう。と言いたいところだが、イリーナが向こうの手に渡ったとなるとちょっと厄介だぞと。そこでと。いいだろう。こちらもユフィをコルネオにさらわれた。ユフィがいないとマテリアも取り戻せない。勘違いするなよと。お前らと手を組む気などない。ただ、互いの邪魔はしない。それだけのことだぞと。結構だ。俺たちもタークスと協力するつもりはさらさらない。ところでコルネオは一体どこへ逃げたんだ？うん、あの性格だ。大体想像つくぞ。
こらで一番目立つのはと、はい、さっきのキッズがいるところだよね。じゃあ一旦セーブしていこうかな。戦うもんね。はい、セーブします。よし、登ろう。ここ話聞いないけど、あ、いるわいるからいいでしょ。やっと来たな。俺たちは二手に分かれるぞと。お前たちは勝手に行動しろ。ただしイリーナに危害は加えるなよと。心配するな。俺たちもユヒとかいう小娘には何もしないと。今のところはな。どっちについていこうかな。とりあえずルールを。やっぱりマテリアなしで戦うのってきついよね。何これ。機械行動は嫌。ちょっとさ、おしゃれな攻撃なのがムカつく。やばいな。HP、白の HP だな。はい、どう。さっきのさ、そのちょっとおしゃれっぽい技、あれラーニングしたいよね。なんか使いたい普通にね。ルード何ハグレだったから悲しいね。広いな。あ、チンタでやってる暇はね、敵さんは待ってくれないぜと。はいはいはい、敵さん来たねやだな。虫はお断りですよ。クライマーザードじゃなくて発砲撃を真ん中に打とう。うわ、スロー、うざスロー。はい、ドン。厄介者で脅威だけどね。テイストにするものってある。ストップついにストップになってしまった。待って、強い。オッケー、こいつは死んだ。それは虫なのかな。でもその後ろのやつは虫っぽいといえば虫。踊り、何 MP 吸収系。うーわ、すごい持ってった。しかもこいつふけんなよ。 MP 回復するのにどれだけお金がいると思ってんだ。エーテル高いんだから。サイレントマスク、何それ。違った。回復 HP だけしとくか。とりあえず1000はないとこなさもんね。
こ行こう。こうやってんだよな、こう。ドラグーンランス、これは確実にシドさんじゃないか。うわ、強っ。穴がちょっとある。ないか。バッテリアつけるようになったらちょっと考えようかな。さすがに今のひどいよね。いや、ルート、さすがにこれはね、突っ切れないよ。行き止まり、お前たちもここ臭いと思ったか。前にこう外れと、そんなに遠くへはいけないはずだぜ。え、どっちから来たっけ。あ、よかったみたい。ねえ、目のとこつけんのやめなよ、離せよ。コーヒーいいのいいの、新たな趣味になりそうじゃの。悪趣味だわ、ほんと。どっちの名子にしようかな。この子にしようかな。あんた、私はタークスよ。こんなことを説明と思ってるの。それともこの子かな。あ、こんなことなら、縄抜けの修行はマジでやっとくんだかったろう。決めた今夜の相手は、この元気そうな女子だ。いいな、やっぱちょっと人気ないみたいよ。ざけんなじじい、待って、部屋持ってないくせによ。その拒む仕草がういの、ういの、キモい、そこまでだ。何者だ。け、クラウド。久しぶりだな。私、忘れたとは言わせないぞ。てめえみてえなゲス野郎、神さんが許してもこの俺様が許さねえ。おっさん、女にモテたんやってやり方注文があるやろ。ほんとよ。黙らしちゃえ。だから俺がどんなに苦労したかお前らに分かれまい。そう話せば長くなるけれど、話せなくていいよ。カクカクしかじかけ。なことどうでもいいんだよ。姉ちゃんたちを返してもらうで腕づくでもな。おひ、お前ら本気だな。えらいえらい。俺もふざけてる場合じゃねえな。あの時の俺の可愛い、あ、プッスをよく、あの、ぶっさいくな、敵ね。これ以上俺の花嫁探しの邪魔をさせんためにも、俺の新しいペットと遊んでもらうぜ。俺っていうのなんか似合わないよ。ラプスカムヒア、言いにくい。何これ。強いの。完全にさ、ゲージが溜まるかどうかの。あ、分かった、これ使おう。はい、ポシドに。オッケーオッケー。ねえねえねえ、かないねえ、効かないよ。見破ることもできないもんね。嘘やん。そんなすぐ死ぬ。ちょっと待って、本当にダメ、本当にダメ、本当にダメよ。ちょっと待って。誰に使ってて誰に使わないかも全然わかんないんだけど。ダメ、死ぬかも。え、これ1000以上あっても死ぬじゃん。待って、勝ち方がわからない私には。ねえ、もうちょっと待って、ダメだって、あかん。ちょっと待って、やめて、本当にやめて。
どうやって勝てばいいの。まあもう、まあ、死ぬ死ぬ、本当に死ぬ、やだ、死にたくない。あ、すごい3タイトル、すごいかっこいい。ないの、なんか一気に全部回復するみたいな。やめて、本当にムカつく。こんなんしてる場合じゃないな。でもナイスミス、あかん。わあ、初めてゲームオーバーになった。今回この動画撮り始めて、なるほど。ちょっとじゃあ、どうしようかな。ちょっとパーティー考えようか。パーティーの問題じゃないか、これはもう完全に。そうだよね、パーティーの問題ではないよね。ブブーって言われた。どうしたらいいの。セーブしてよかったね、上行く前に。だって装備品売ってくんないもんね。ちょっと確認しに行く。白の強いのはそこに落ちてるから全然いいんだけど、火星吸収とかのさ、そうだよね、だって風食らうんだったら風吸収つければいいわけでしょ。そんなない。そんなんないのか。じゃあちょっと、どうしよっかな。でも録画時間的にあれだから、月パートであいつ倒すところから始めようかなと思います。はい、じゃあ今回ここで終わります。対策考えます。はい、じゃあバイバイ。